どうも、カーツです。今回も星のカービィウィーデラックスマーハラーランドエクストラミッションやっていくぞー。というわけで今回やっていくのは、見つけてマホドワ図書館のエクストラミッションです。どれだったかな、こちら。マホドワ図書館、マホドワ図書館レベル2で連続見っけ。というわけで、どういうことですかね。見つけてマホドワ図書館のレベル2で1ゲーム中に6冊連続で魔導書を見つける。レベル2のところで、見つけるんですか。つまりは、そういえばぐるぐる回ってて、あれだけどさ、これってもう、ミッションのあれにはなってないよね、さすがに。あ、スタンプなんだね、これがもらえるのは。最初はさ、ほら、これがミッションになってたからさ、あれ、エクストラにもこれあったっけって、こういうのがあるのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだね。入るたびに、じゃあ、こういう風にもらえるわけだね。そういうスタンプ隠しマホドワのところを見つけると。つまりは。それでね、一つね、皆様にご報告が。クリアしたミッションの数がね、一個増えてると思うんですけど、このね、刹那の見切りのね、100人の戦のところで10位以内に入るってやつをね、私1日1回しかできないと思ってて、だから記録とかもさ、そういうのが1日1回分だと思ってたんですよ。で、つまり今日はもう記録も取れないし、取ってる日がその、これ100人のやつの20位以内に入るときと同じ日に今日取ってるんですけど、つまり記録が残せるのは1日1回なんだなぁと思ってて、じゃあ次の日になるまで練習、タイミングの練習しておけばって思ってやってたんですよ。その練習してた時に10位以内に一応入れたんですよね。そしたらそれでこの100人の戦でさらなる武勲立てっていうやつがね、クリアできちゃったんですよね。達成になっちゃって。なので、つまりですね、練習してるうちにね、一応記録は、これで、記録が入るということがね、判明してしまいました。いや、オフラインでね、練習してるうちに、ミッションを一つクリアしてしまうというね、形になってしまいました。本当はね、これ、刹那の見切り編のところで、やる予定だったんですけど、そのための練習のはずだったんですけどね。まさかの、フライングでのキャッチというね、形になってしまいました。誠に申し訳ございません。刹那の見切りの方はね、またね、後々やっていきますので、どうかよろしくお願いいたします。まずはね、見つけたマホドワ図書館の方をやっていきたいと思います。レベル2の、6冊連続で魔導書を見つけるをやっていきましょう。レベル3じゃないってところが多分難しさのミソなんだろうなとは思うんですけど。そう、ここのね、図書館の6回連続で魔導書見つけるってどういうことやね。これを、どう取るんだっけ。あ、持ち方忘れた。どう持つんだったっけ、これ。あ、取れた取れた。上か上か。2個。あー、ちょっと待って、これ3個。あー、こっちか。あー、間に合わなかった。こういうことか。難しいな、そしたら。こうしてドリンクの方行って、ボムの方行って、ハートどこ。危ない。あー、取られた。あった。星やって、ハートスティック、
ステッキやって、エイフェリンが気になって、へぇ、カジャマアシストしちゃったじゃんよ、俺。それで、無敵キャンディー、ハート、ドリンク、明日。間に合わなかった。あ、これ難しいな。やっぱりエクストラだからさすがに。青チェリー。グリーンチェリー。青エフィリン。爆弾、邪魔！あー、これ、花、元気ドリンク、ソード、敵キャンディーは遠いな、あー、間違えた！あー、これと、ソフトクリームと、パラソルと、青ハートと、赤スターと、どれ、間に合った。何、赤いので無敵、あーば、まあ、6連続取ってはいるか、なんだこれ。タブーは、間に合わなかったよ。そしたら何見えない。俺どこ行っちゃった。そして。チェリーがわからん。こうか。目がチカチカしてんの俺。間に合わない。ミッション自体は多分これでクリアできてるから。多分6連続ってことはこういうことだと思うんだが、どうなんでしょうか。どう？よっしゃー、揃ったー。で、終わり。こういうことよ。まあ、相当きついものがね、残ってるのは分かってるから、それも覚悟の上ですけどね。今回は、どこ行ったかな？まあ、ほどは図書館のやつ。魔法堂図書館、レベル3で、じゃなくてレベル2で連続ミッキーでね、こちら魔法堂図書館のね、エクストラミッションの方も無事クリアできましたので、今回の動画はここまででございます。次回は、ガンガンブラスターズの方をね、やっていきます。スーパーショット、トリプルヒット。これは難しい。これは、一人でやるのきついな。協力してほしいけどね、沼くんに。でもまあ一人でやるしかないんでね、頑張ってやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。